愛知教育大学附属名古屋中学校は愛知県名古屋市東区大幸い南一丁目にある国立の中学校。略称は府中。隣接して附属小学校と附属幼稚園がある。また愛知教育大学の附属中学校として愛知教育大学附属岡崎中学校がある。本校の校長は愛知教育大学の教授が兼任する。自主自立の精神にのっとり、 1999年度からノーチャイム制を採用している。2期制のため周期休業がある。1947年に付属小学校の延長として、愛知第一支配学校男子部付属中学校、女子部付属中学校が発足。翌年4月に男子部と女子部が合併し、女子部の所在地であった春日市やよ町に、愛知第一支配学校付属中学校として、 創設された。2020年度後半より、生徒一人一台、ギガスクール構想として、Chromebook が配布された。2021年度から、全教科定期テストが廃止され、主要語教科では、各単元ごとに行う単元テスト、技術過程科では、それぞれ小テストを行うことになった。また、単元テストを行うのは同じく2021年度より、 設置された朝活動の時間に行われる。毎年9月の終わりから10月の初めに研究発表会が行われる。全国からたくさんの参観者が来られ府中の中で1、2を争う行事となっている。3年生は当日対抗感アリーナにて合唱を披露する。8つの運動部と3つの文化部がある。また、朝や土休日の練習はない。しかし、部活によっては、 活といいう育有会主催の活動が行われている政治、行政経済科学者放送マスコミ文化芸能大あ地区の高校などに進む生徒がほとんどだが、県外、海外の高校に進学する生徒もいる。また、愛知教育大学附属高等学校への付属連絡選抜制度がある。県内随一の進学校である愛知県立旭日川岡高等学校には、 毎年約15名を送り込んでいるが、過去には継続的に100人単位で送り込んでいた時期もあった。そのため、著名な出身者には、府中、朝日が丘良校の卒業生がしばしばいる。教科ごとの研究室がある。そのため、職員会議は会議室で行われる。 校内への連絡などは2020年度から Google Classroom を使用し一人一台配布された Chromebook で確認することができる。Chromebook は学校からの貸し出しということなので入学とともに渡され卒業とともに返却することとなる。ありがとうございます。